一種。西太平洋熱帯域の深海に生息する大型のエビで食用に漁獲される。他の深海性エビと同様赤エビとも呼ばれる。生態の体長は1 5トルほどで2 0トルに達するものもいる。体表は大々を帯びたピンク色で単毛が密生質やがない。和名通り第二触覚が長く。 体長の3倍以上もある。第一触覚無知2体も体長の半分ほどあり、計6本のヒゲが長く伸びる。楽角は、複眼より少し前に出る程度で、古状に湾曲し、上円に6から9個、下円に1から3個の歯がある。5体のふわは、後ろほど、細長くなり、第5歩脚は、体長より少し短いくらいの長さになる。ヒゲビでは、 カニヒゲの名の通り、第一触覚無知の片方が太い環状になるが、ヒゲ長エビにはこの構造はない。ただしフワシが、後ろほど細長いのは、他のクヒゲエビ科にも共通する。駿河湾から、オーストラリア南東部までの西太平洋熱帯域に、広く分布し、水深200から600メートルの深海の砂底に、生息する。日本では、ルガ湾、沿州灘。 熊野灘、九州南西沖の東、シナ海に多産する。主に深海底引き網で漁獲され、刺身、天ぷらなどで食用になる。深海性のエビの中では、比較的漁獲量が多く、肉質も良いことから、漁獲地周辺では重要な食用種となっている。鹿児島県では高エビと称し、調理用の食材のほか、丸ごと焼いてから乾燥させ、 雑煮や汁物の出汁として利用する。ありがとうございます。